ルゴシベーラ、ルゴシベーラ、ルゴシベイラ,ラ、本名ブラシコーベーラフェレンツでぜ米国ではベラルゴシ、ベラルゴシーとして知られる。ルゴシ及びブラシコーが、生、1882年10月20日から1956年8月16日は、日本では、米国映画、魔人、ドラキュラの主演俳優として知られている、ハンガリー人俳優。 オーストリア・ハンガリー二重君主国のハンガリー王国の1920年のトリアノン条約でルーマニアに割譲されたティメッシュ条件ルゴ主史でブラシュコ・イシュトバーンとボーニチ・チパウリナの第四子として生まれる。身長185センチメートル、1917-1919年の間はハンガリーの映画界ではオルトアリスキドの芸名を使っていたが、1920年に ト米語、1923年イコールゴシベーラの芸名を使うようになった。ユニバーサル映画、マジンドラキュラ、1931年におけるドラキュラ役が特に名高く、戦前のホラー映画界におけるフランケンシュタインモンスター役で知られるボリス・カーロフと並ぶダイター。また、薬物中毒を公表した初めての俳優とも言われる。父親は、 厳しい商売人で息子にも後を継がせようとしていた。しかしベーラは12歳、または14歳の時に家出をして、働き始める。当初はケントである、テメシュバールシゲ舞台に出演していたが、1910年からはと、契約、1911年からに、1912年からはに、遺跡、ハンガリーで最も有名な俳優として、人気を博する。マグダラのマリアでは、 イエス・キリストの役を演じる。同時に、オルト・アリスティドの芸名で、多くの映画にも出演。第一次世界大戦が始まると俳優は、兵役免除だったにもかかわらず愛国心から入隊。陸軍隊員として従軍、ロシア戦線で戦う。戦闘で負傷して帰還。勲章を受ける。1919年のハンガリー評議会共和国、クンベ米ラを主犯とする。 社会主義政権の時には演劇人のために労働組合を折りするが、革命政権は戦勝国の協勝国の軍事介入によって崩壊。ブラシュコーベーラは亡命せざるを得なくなる。当初はウィーンに向かい、その後ベルリンで俳優を続けるが、1921年に船員として米国に移住、やがて米国籍を獲得。 英語は全くできなかったが演劇に対する情熱は抑えきれず1922年にニューヨークで在米ハンガリー人らと共にハンガリー語で上やる劇場を解説の儀曲の脚色作品が好評を博する1926年にハンガリー政府より恩赦が与えられるが彼は帰国しなかった1933年にザレットポピーという作品で 初めて英語で舞台に立つ。この時はまだ英語ができなかったので全てのセリフの発音をハンガリー語で書いて、それを暗記したという。独特の顔つきとクールな風貌により米国人の間でもすぐ人気俳優となる。彼の独特のハンガリー語なまりの英語と役者としての才能のために1927年からブロードウェイので上演されたドラキュラに主演することになり大成功を収める。 舞台の成功を得て、ドラキュラの映画化の企画が持ち上がったが、最初は、ルゴシベーラではなく、別の人気俳優で企画が進んでいった。しかし、世界恐慌のために制作費を抑えざるを得なくなり、ルゴシに話が行った。この時ルゴシはすでに舞台で、ドラキュラを500回以上演じていた。1931年、ユニバーサル映画が、ドラキュラを、 トット・ブラウニング監督より映画化した、マジン・ドラキュラ、ユニバーサル映画2舞台と、同様ドラキュラ役で主演した。当初この役には、サイレント映画の伝説的な歌謡、ロン・ジェーニーが予定されていたが、ジェイニーの休止により、舞台版に主演したルゴシに出演依頼が回ってきたものだった。この映画でルゴシは強烈なハンガリーなまりの英語と、品格のある風貌を、圧倒的な演技力により、 黒いスーツに黒マントという典型的ドラキュラ像とトランシルバニア出身のドラキュラ俳優ルゴシベーラという強いイメージを人々に強烈に植え付け怪奇スターとして世界に知られることとなった。続いてユニバーサルが制作したフランケンシュタイン1931年のモンスター役の依頼を受けたがセリフのない怪物役を嫌い拒否した。 代わりに起用されたボリスカールオフはこの映画の大ヒットにより、ルゴシを上回る名声を手にすることとなった。1932年、恐怖城に主演。マイナーな映画会社による低予算作であったが、ゾンビ映画の始祖として、ホラー史上に名を残し、ゾンビたちを操る呪術師を演じたルゴシにとっても、魔人、ドラキュラに次ぐ代表作となった。 1934年のユニバーサル作品、黒猫では、カーロフとの2大回帰スター初共演が実現した。両主演ではあったが、序列はカーロフが上であった。その後も多くの回帰映画への出演を続けるが、恒例と、ハンガリーなまリによる、英語ベタ、喫水の舞台俳優特有のオーバーな演技が、災い時、ユニバーサル作品では脇役に回ることが多くなりまた、 マイナ作への出演も増え、人気は衰えていった。1939年にフランケンシュタインシリーズの第3作となる、フランケンシュタインの復活に、怪人イゴール役で出演、続く、フランケンシュタインの幽霊、1942年にも同じ役で出演した後、フランケンシュタインと狼男、1943年で、 ついに12年前に拒否したモンスター役を演じた。すでに61歳という老齢であり、迫力を出すことはできなかった。1948年のデコボコフランケンシュタインの末期において、映画では二度目で最後となるドラキュラ役を演じた。私生活では四度の離婚を経験。戦争の古傷を癒すために始めた薬物の依存症に陥り、転落して悲惨な末路をたどった映画スターの 典型として伝説的存在となった。もっともこの点は誇張して伝えられた面もあり、5番目の妻と共に比較的穏やかな晩年を過ごしたとも言われる。1956年に心臓発作で死去。葬儀の際はドラキュラ伯爵の衣装で埋葬された。最晩年は史上最低の映画監督の異名で知られるエド・ウッド監督の作品に出演した。 グレンとグレンダ、1953年で狂言回しを務めた後、怪物の花嫁、1955年にマッドサイエンテスト役で主演した。続いて、ウッド監督による新作の撮影に取りかかるが、わずかなシーンのみを残して死去した。ウッドは、この生前撮影されたフィルムを利用し、プラン q フロムアウタースペース、a c 1959年を制作した。そのため、 この作品がルゴ氏にとって遺作となったハンガリー時代、ドイツ時代、米国時代、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。